我の名は白虎。風を司る四聖霊の王者、大天の白虎である。五右衛門の名を持つ若者よ、我が息子に名前を授けてくれたことに礼を言う。名前をつけてやっただけで礼なんかいいよ。我ら精霊にとって名は特別な意味を持つ。我らはこの世のあらゆるものの主をたる存在だが、本来姿形を持たぬゆえに名もなき存在なのだ。しかし人間は姿なき我らの存在を感じてくれた。人間が我々を信じてくれる、存在を感じてくれる、その思いが、絆が我らの力となるのだ。名を授かるということ、それは存在を認めてもらうということ。一人前の精霊へと成長する第一歩なのだ。我が息子に良き名を授けてくれた。コトラよ、お前はその名に恥じぬ精霊とならねばならぬ。さあ、お前には重大な使命があるはず、急ぐのだ。私は息子の名付け親だ。知っていてもよかろう。西への時代、それは人間、精霊、幾多の動物たちが共に暮らす穏やかな時代であった。やがて人間が火と金属を使う術を発見し、その術と我ら精霊の力が合わさった時、世界の均衡は崩れた。その力は武力となり、やがて強大な武力を持つ帝国が出現したのだ。その力を誇示するために森を焼き、海を焦がし、空を赤く染めた。この事態に対し、大地の断りを司る我ら精霊の王者、地の竜が立ち上がった。帝国の侵略に対し、荒ぶる力の封印を自ら解いた地の竜は、多くの精霊、人間、動物たちと共に戦った。7日7番に及んだ帝国と地の竜との壮絶な戦いは、地の竜が帝国を次元の彼方に封印することで決着がついた。しかし、首に致命傷を受けた地の竜は力尽き、地に落ちた。
そしてそのまま眠りについたのだ。死の竜は死んだわけではない。静かに今日でも確かに生き続けているのだ。だが最近血の竜の声が聞こえなくなった。胸騒ぎを感じた我は息子に血の竜の安否を確認する使命を与えたのだ。あいつは血の竜に会いに行こうとしていたのか。よし、俺も一緒に行く。でも血の竜はどこに。血の竜に会うには北海の地へ行かねばならん。決して楽な道のりではない。お主は人の子、太古の呪いに近づく必要はないのだ。何故一緒に行こうと思うのだ。よくわからない。でも行かなきゃ後悔すると思う。精霊は人間との絆が深ければ深いほど大きな力を持つことができる。人間は精霊の加護を受け耐性する。動けなくなった我の代わりにあの二人を見守ってくれ、玄武よ。血の竜が震えておる。コトラよ、急ぐのだ。してんだよ。さあ行くぜ。今度は北だ。